はい、MJPTV をご覧の皆さん、こんばんは、モランです。モランです。ギターの静田です。ドラムのソナです。ギターのビビです。ベースのアイビです。はい、そして、映ってませんが、ボーカルの瞳です。はい、今、生着替え中です。今、ベルトを通してると思うんですね。リアルですね。はい、そこからですね、MJPTV さんからですね、お題が来てまして、はい。はい、バンドの一番ロマンティックな曲は何ですか？なるほど、バレンタインにちなんで、うん、ロマンチックな曲を。じゃあ、はい、はい、アイビーさん、ヘルプレス。ヘルプレス、救いようがない。今日やるのか、やりますからね、今から。え、今日やるの？やる？やらないっすよ。今日ないよ。嘘、今日ないよ。あ、そうなんすね。昨日やった。ロマンチック。はい、ロマンチック。はい、ビビさん、俺は2月20日発売のジェンガから冬病。冬病、おぉ、はい、ロマンチック。まあロマンチック、うん、ロマンチック、ロマンチック、ロマンチック、まだ外れてないと。でもいいですね。そして結構外れてる。はい、そうだ。プレゼン結構外れてる。自分はですね、やっぱりあれですね、フラワーベッドという曲がありまして、はいはいはい、僕はそれですね。自分の全然ロマンチックに聞こえないです。やっぱ僕はひとみさんに歌ってもらえないとですね。フラベット、フラベット。さよなら愛しつきひよ。微妙に離れてた。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあしずなさん。俺ですね、ロマンティックな曲ですね、同じ闇の中でというですね、バラードがありまして、まあ、これもですね、まあ、ある意味一つのドラマができてるんじゃないかと思いますね。はい、ひとみさんは。いや、もう俺は断然ヒカに滲むかバラ色の地獄でしょって感じなんだけど、なんでその2つが出てこないの。取っといたんですよ。取っといたね。二大ロマンチックですよ、モランのストーリーは。本当に取っといたんです。まあ、そんなわけでですね、モランのライブでそういうロマンティックな曲もいっぱいやってますんで、ぜひライブにも遊びに来ていただきたいんですが、はいはい、直近のライブでですね、3月に大きいワンマンが、はい、モランありましてですね、じゃあソナさん、はい、紹介を。ですね、モランアニバーサリーワンマン3月9日ですね、新宿ブレイズにて、この世の果てワンマンがあります。はい、もうすぐですね、チケットももう残り少ない感じでいい感じなんで、うん、ぜひともまだ手にしてない人は買っていただいて、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思っております。はい、はい、ではというわけでですね、2月20日、モランからですね、ファーストフルアルバムジェンガというですね、はい、ものが出るんですが、そこからですね、1曲PV の方ですね、はい、見ていただきたいと思います。では PV の振りはビビさんにお願いしようかな。そうですね、はい、じゃあビビ、はい、2月20日発売のフルアルバムジェンガからバラ色の地獄。Small